い、皆さんこんばんは、こんにちは。元公立高校理科教諭のチョボ先生です。チョボ先生の教室、2022年7月26日火曜日のホームルームの時間になりました。皆様いかがお過ごしでしょうか。ということで、いやー、連日暑いですね。本当にまあ2週間ぐらい前ですかね、もう急激にもうダブル高気圧でむちゃくちゃ暑い時ありませんでした。40度近くなったみたいな。まあそれに比べればね、7、7度ぐらい、まあ気温的には低いんですけども、まあ33度とかね、なんかまあ40度に比べれば涼しいかなとか思ったんですけど、全然そんなことないですね。もう夏は暑い。もうこれにつきます。もうなんかやる気なくなるぐらいね、こう暑いんですけども、まあ、ここまで暑いとですね、なんかもう、なんか涼しいものを食べたいな、みたいな気分になりません？なんかね、ざるそばとかね、そうめんとか、まあ、いろいろありますけども、私はですね、まあ、こんな暑い時はですね、まあ、果物をね、食べたくなりますよね。食べたくなります。まあ、こう、スイカとかね、そういったもの食べるとね、なんかもう、スイカはね、まあ、冷却作用がありますから、まあ、温度もね、気温、自分の体温もこう下がるんですけども、まあ、そんな、果物のね、お話をですね、暑いので、まあ、したいと思います。はい。今日取り上げる果物はですね、パイナップルです。パイナップル。皆さん、パイナップル好きですか？うん。なんか夏のね、南国フルーツのイメージありますからね。まあ時期的に、旬なのかなという感じはしますけども。まあパイナップルをね、まあ生で、食べた時にですね、なんか舌回りというかね、口の中がチクチクするという経験をした方は、まあ結構いらっしゃるんじゃないかなと思うんですけども、あれ、なんでチクチクするのか。なんでチクチクするってことは、なんかチクチクする物質があるっていうことですよね。だからそのチクチクする物質って何の役に立ってんだろうとかね、いうお話をちょっとね、したいと思います。で、パイナップルはですね、まあ多年草の、まあ、草ですね。多年草で、熱帯アメリカ原産で、まあタイとかフィリピンとかですね、まあブラジルなどでも、まあ、幅広く栽培されておりますし、日本では沖縄ですね。まあ、名護パイナップルパークっていうね。まあ、パイナップルのテーマパークがあるぐらいですね。まあ、パイナップルの栽培が盛んになってるんですけども。で、そのパイナップルなんですけども、まあ、果実には酸味と甘みがね、両立しておりましてですね。生で食べたり、缶詰などにね、使われておりますけども、このパイナップルのこの、まあ、チクチクなんですけども、熟す前の、まあ、果実とか葉っぱにはですね、シュウ酸カルシウムと呼ばれる物質がたくさん含まれております。で、このね、まあ、後でね、シュウ酸カルシウムスペース構造とかに調べてもらったらいいと思うんですけど、もうね、針なんですよ。針状の構造をね、しております。もうほんまにちょんちょんなんですよ。もうほんまに針なんですよ。もう見るからに針なんですよ。で、このね、シュウ酸カルシウムっていう物質はもう針状の結晶なんですけども、まあ、これがですね、まあ、肌とかにくっつくとですね、まあまあ、針ですからね、まあ、チクチクする痛みになるんですよね。まあ、それが、まあ、肌とかですね、まあ、口の中を刺激すると、このなんか痛いな、みたいな、なんかこうね、口が荒れることがあるんですけども、このね、シュウ酸カルシウムと呼ばれる物質が、このパイナップルには含まれているので、まあ、それでチクチクするってことなんですね。で、さらにですね、パイナップルにはですね、タンパク質を分解する酵素もたくさん含まれております。まあ、システインプロテアーゼと呼ばれる酵素なんですけども、まあ、こういった酵素とかですね、この針状のシュウ酸カルシウムがあることによって、これがね、肌に刺激を与えるので、まあ、針してる、ちょんちょんだからね、だからチクチクするっていう感じなんですね。うん。で、まあ、さっき言ったこの酵素。システインプロテアーゼっていうタンパク質を分解する酵素たくさん含まれているので、なので、よく言われるのがですね、食事の前にパイナップルを食べると、生の酵素ですからね、酵素が体内に、まず入れておいて食事をするとですね、血糖値の上昇が緩やかになるというふうにも言われてますからね、まあ、ダイエットしたいんであれば、まずパイナップルを食べてからご飯を食べるといいですよ。
豊富に酵素も含まれてますからね。まあ、酵素は消化酵素ですから、消化をね、助けてくれますから。うん、っていうね、システインプロテアーゼと、シュウ酸カルシウムというものが含ま、たくさん含まれていて、まあ、特にシュウ酸カルシウムは針状の結晶をしているので、まあ、それがチクチクするということなんですね。で、このチクチクなんですけど、いや、何の意味があんのみたいなね、と思うと思うんですけど、こんな深いな、みたいな感じだと思うんですけど、このね、シュウ酸カルシウムと、このパイナップルに含まれる、システインプロテアーゼ、このタンパク質を分解する酵素ね、このダブルパンチどういう影響があるかっていうとですね、虫をから食べられるのを防いでるわけなんですね。まあ要は針状のものだから、虫がね、未熟な果実だと守りたい、まあ防御したわけですね。でそこバチバチ食べられたらまだ熟してないし、次の子孫を残すために熟すわけですから、未熟なもので食べられてしまったら自分の命が危ないから、虫に食べられないようにまあ防御策を考えるわけですね。なので未熟な果実にはシュウ酸カルシウム、針状のものとかシステインプロテアーゼ、まあ、この、まあ、酵素も、まあ、害虫にとってみればね、その酵素も、プラスには働きませんから、このダブルパンチで、防虫効果を高めてるって感じなんですね。で、現にパイナップルとか、キウイフルーツっていうのは、非常に耐虫性、防虫効果があるという風な作物として、代表的な例として挙げられております。で、独立行政法人農業生物資源研究所、まあ、生物圏、まあ、略すとね、は、の研究でですね、このシュウ酸カルシウムとシステインプロテアーゼを同時に歯に塗って、昆虫に与えると、まあ、塗った方は全然、虫が寄ってこないっていうね、極めて強い殺虫効果を示したというね、論文もありますので、このね、シュウ酸カルシウムだけでももちろんね、防虫効果があるんだけど、このさらにシステインプロテアーゼを含めることによって、さらにね、この効果が増すらしいんですね。それでまあ防虫効果をして耐虫性を持って食べられないようにして守っているという感じなんですね。という感じでね、このシュウ酸カルシウムとシステインプロテアーゼっていうね、もう黄金のツートップによってパイナップルは守られているって感じですね。まあ、実が熟すとですね、シュウ酸カルシウムの量は減るんですけども、まあ、完全になくならないので、食べてね、たまにね、結構シュウ酸カルシウム残っていると、これチクチクするという感じなんですね。で、このシュウ酸カルシウムはですね、山芋にも含まれておりましてね、山芋の生のやつを皮むいた時に、めちゃめちゃ手かゆくなりません?もう我慢しきれへんわ、みたいな。なので、山芋の皮にもたくさんシュウ酸カルシウム含まれてて、まあ、これもね、要は、虫から守るための物質なんですけどね、シュウ酸カルシウムね。なので、里芋にも含まれ、シュウ酸カルシウムが含まれてて、山芋の皮を剥くときに非常に痒みが生じるのは、これも、パイナップル同様、シュウ酸カルシウムのが影響してるわけなんですね。で、このシュウ酸カルシウム、この痒みを抑えるためにどうしたらいいかって感じ、と思うんですけど、酸性の物質には溶けやすいので、要は酢とかですね、そういったもので、食酢とかで、ゴシゴシ洗うとですね、酸性のものに弱いので、シュウ酸カルシウムの物質が、まあ、壊れてですね、痒みがなくなるというふうに言われておりますから、ぜひね、里芋とかですね、パイナップルが痒くなったなと思ったらですね、酸性のものを浸すとですね、痒み収まりますからですね、試してみてはどうでしょうかということでした。今日はですね、果物のパイナップルを取り上げて、なんで食べるとチクチクするのかなというお話をしましたということでした。ということで、今日はこの辺にしたいと思います。それでは皆様、さようなら。バイバイ。